本日はヒトラーが救ったユダヤ人たちについての物語です。アドルフ・ヒトラーが数百万人にも及ぶユダヤ人を反ユダヤ政策で虐殺した理由はご存知でしょうか？理由は単純です。当時のドイツであるナチスは反ゲルマン主義であり、自身たちがドイツ人であるという優越感に浸り、当時ドイツの経済とメディアを牛耳っていたユダヤ人を標的にしていました。実はその背景にはヒトラーの個人的な理由もありました。ヒトラーは幼い頃作家になりたかったのですが、ユダヤ人だった審査委員が彼の夢を挫折させたことと、自身の貧しい環境に比べ裕福であるユダヤ人に対し嫌悪感を抱き、彼の内面には反ユダヤ人主義という憎しみが燃え上がっていました。すなわち劣等感に支配された怪物と言ってもいいでしょう。ともかくヒトラーは1933年から1945年まで約12年間にかけ、ユダヤ人を手当たり次第虐殺した20世紀最悪の事件ホロコーストを犯しました。収監されたユダヤ人はあらゆる拷問と軍需品の労働や仕事に追われ、お酢が塗られたパン切れを支給されながら過酷な日々を送らなければならなかったのです。このように数々のユダヤ人がヒトラーの犠牲になりましたが、その中には実はヒトラーが保護していたユダヤ人が存在します。それでは始めていきましょう。エルンスト・モーリツ・ヘスはドイツ系の父とユダヤ人の血統を持った母の間にドイツ系ユダヤ人として生まれた。父は弁護士、母は銀行員であったため比較的裕福な家庭で育つ。彼はユダヤ人である母がいたにもかかわらずプロテスタントの信者だった。家族の反対にもかかわらず自身の意思を貫いたのだ。以降ヘスは第一次世界大戦当初ドイツ帝国軍に勤め、ヒトラーが属していた部隊である第6バイエルン保護区指揮官として皆から尊敬されていた。ドイツ軍の勲章の中で最も有名な1級鉄十字章と2級鉄十字章、そしてバイエルン軍事功労勲章を収めた。彼は最前線に配置され生死を行き来していた軍人であった。余談として政界に入るヒトラーを知ったヘスをはじめとする同年代の仲間たちは驚きを隠せなかったという。なぜならヒトラーは歩兵だった頃仲間との交流が一切なく存在感が薄かったからである。さらにはそれをヒトラーだと気づけなかった仲間もいたほどである。すなわちナチスドイツの大将になる男が戦争では影の薄い脇役に過ぎなかったのだ。ともかくヘスは第一次世界大戦の終戦とともに軍人の身分を捨ててドイツのディルセフドルフ裁判所で裁判官として家族と幸せに暮らしていた。一方ドイツは敗戦による混乱が生じていた。この混乱は背後の一月という言葉を生み、後にユダヤ人を苦しめることになる。背後の一月とは簡単に言うと敗戦をユダヤ人のせいにするという陰謀論が反ユダヤ人主義の誕生に止まらず、ナチス政権と第二次世界大戦を起こした原動力になったといえる。このような背景でヒトラーは反ユダヤ主義的思考になる。そして首相に就任してからは本格的なユダヤ人弾圧を始めた。正確には1935年反ユダヤ人主義の法律であるニュルンベルク法が制定された後からである。さらにはゲベルス宣伝全国指導者の力も加わり、その威力は増した。ドイツは完全にナチス政権に変わってしまう。ナチス政権を握ったヒトラーが制定したニュルンベルク法はドイツ内のユダヤ人のドイツ国籍を剥奪し、ユダヤ人とドイツ人の性関係と結婚を禁じる、もしもこれを破れば強制労働が強いられるという内容が含まれていて、ユダヤ人とドイツ人を区別する血統の基準は祖祖父母までと限定した。これによりヘスはプロテストの信者だったにもかかわらず母がユダヤ人だったことを理由に裁判所から追い出されることになってしまう。結局ヘスは反ユダヤ人主義者から逃れるため1936年6月家族たちと共にドイツからイタリアの南部チロルのボルツァーノに逃げる。これも全てナチスの思惑通りだった。このような遠い生活がそう長くは続かないと思っていたヘスはベルリンにいたヒトラーに第一次世界大戦当初自身の活躍とドイツに対する愛国心、そして裁判官として働いていた記録が含まれた嘆願書を送る。最悪でもユダヤ人ではない自身と娘だけでも許してほしいという内容だった。第一次世界大戦当初自身の指揮官から嘆願書をもらったヒトラーは兵士たちが見る前で見せびらかすように嘆願書を破るのだが、それとは裏腹に尊敬する指揮官ヘスを思いやったためか親衛隊であるハインリヒ・ヒムラーにお願いし特別に保護の許可を下した。
そうしてヘスはユダヤ人として認識される。イスラエルというミドルネームをつけられ、 J と赤い字が書かれていない新しいパスポートを発行してもらうのだった。またヒトラーから手紙を一通もらう。手紙には時を逃してはいかぬと書かれていた。ヒトラーのおかげで家族はイタリアで比較的楽な暮らしをすることができた。年金も継続的にもらい、安定した暮らしが続く。しかし平和な時間もそう長くは続かず、イタリアのベニート・ムッソリーニとヒトラーが南部チロルとの協定を結び、またしても危機がヘスを襲った。この協定は簡単に説明すると、イタリアに居住しているユダヤ人にドイツ人ではないイタリア人として生きるか、またドイツに戻るかに対する選択肢を与えたものだった。そしてヒトラーは自身の信念を曲げ、全てのユダヤ人に例外などないと言い放った。その結果ヘスは持っていた特権を全て失ってしまう。名誉たたえき軍人でもなければ裁判官でもない、ただの軽蔑されたユダヤ人の身分になったのだ。これにヘスは家族たちとドイツのアーリア化事務所に召喚された。この先どんなことが身に起こるかも知らず、5年ぶりにドイツに戻ったヘスを迎えたのは、故郷の懐かしさなどないユダヤ人たちの悲鳴だった。ヘスは状況を把握する前にミュンヘンに位置したミルバーツ法園収容所に送られ、約4年間強制労働を強いられることになる。ヘスの姉は幸いなことにユダヤ人ではなくドイツ人としてウンターフォッセンに居残るのだが、娘のオシュラは電気会社で強制労働を強いられることに。強制労働は第二次世界大戦に敗北したドイツが衰退した頃に終わりを迎える。以後ヘスは以前働いていたデュッセルドルフでまた裁判職を続けてほしいと頼まれたのだが、ナチスの一員とは一緒に仕事はしたくないと言い断る。こうしてヘスは家族と共にフランクフルト・アムマインに居所を移す。ドイツ連邦鉄道に入社し会長まで上り詰めた後、93歳でこの世を去った。ならばなぜヒトラーはヘスに仲間という理由で保護と特権を与えたのだろうか。ドイツの歴史学者であるトーマス・ウェバーによると、第一次世界大戦当初、ソンムの戦いで重傷を負ったヘスとヒトラーは同じ病院に移送され治療を受けてた最中、お互いのプライベートな話で仲が深まったという。ヒトラーの人間らしさが出た場面でもある。これ以外にもヒトラーがユダヤ人に特権を授与した事例がある。もう一人のユダヤ人はドイツのニュルンベルクで生まれたヒューゴ・ガットマンという人物。ガットマンはドイツバイエルン陸軍将校として第一次世界大戦に参戦した人物である。ガットマンはヘスと共に指揮官に任命され、リストという連隊と合流する。そうして熱烈していた戦争の中1年が経ち、ガットマンは中尉に昇格することになり、ヒトラーの直属の上司として働いた。この時ガットマンはヒトラーが一級鉄十字章をもらえるよう積極的に後押しした。結果的にヒトラーはガットマンのおかげで受賞することができ、ナチスが暴落した後延滞壕で自身の命が絶えるまで身にまとっていたという。ドイツで最も知名度のあった軍事功労賞だったため愛着心がすごかったのだろう。ともあれニュルンベルク法が制定された後、ユダヤ人の身分だったガットマンはドイツの市民権を失い、公職から去らなければならなかったのだが、ヒトラーが権力を使ってくれたおかげか年金をもらいながら生活した。しかもドイツの警察官ゲシュタポに捕まった時もヒトラーのおかげで釈放されている。以降ガットマンはドイツの敗戦を予言でもしたかのように、第二次世界大戦が勃発した1939年に家族と共にベルギーに亡命する。そんな中アメリカに移住しセールスマンとして暮らした頃、1962年6月カリフォルニア州サンディエゴにてこの世を去る。同じようにエドアルボ・ブロッホという医者もまたヒトラーの保護を受けたという。ブロッホはフラウエンベルク現チェコで生まれ、オーストリア系ユダヤ人の医者として有望だった人物である。当時他の医者とは違い、夜でも昼でも患者がいれば上流層と貧困層関係なく治療してあげていた。ヒトラーとは1904年当初肺疾患を治してあげたことをきっかけに親交が深まったという。そんなある日、ヒトラーは母であるクララ・ヒトラーが乳がんだと告げられる。ブロッホはクララを精一杯治療するのだが、当時の技術力では毎日薬を飲んでしのぐのが限界だった。結局クララ・ヒトラーは苦しみと戦いながら息を引き取った。その後アドルフ・ヒトラーが手にしたのは膨大な金額の請求書。当時のヒトラーの家庭は貧しかったため治療費を払うことなんて到底できなかったのだが、この事実を耳にしていたブロッホは自身が損をしてまで値段を下げてあげる。ヒ
トラーはブロッホに感謝し、この恩は一生忘れないという手紙を送ったという。しかし1938年ドイツがオーストラリアを併合させ、ブロッホもまた反ユダヤ主義社会で生き抜かなければならなかった。結局ブロッホは家族と共にアメリカに移民することを決意するのだが、パスポートに刻まれた赤い文字 J によってどうすることもできなかった。これにブロッホは試行錯誤した果てにヒトラーに手紙を送って助けを求めるのだが、ヒトラーは高貴なユダヤ人だと称し彼の亡命を許可する。ブロッホはユダヤ人の中でも唯一無事にアメリカに移住できた人物でもある。ともあれブロッホはニューヨークに移住するのだが、1945年ヒトラーが死亡した1ヶ月後に間もなく胃がんで死亡する。最後にブロッホの回想録を見てみると、幼い頃ヒトラーはおとなしく礼儀がよく、いつも整った服を着ていた。彼は常に礼儀正しく医者に感謝の気持ちを伝えた。しかし母から受け継いだ彼の瞳にはどこか陰鬱な雰囲気があった。彼との付き合いが長かったにもかかわらず、彼の夢が何だったかも知らなかったという内容が書かれている。そしてブロッホは母の死を聞いたヒトラーに対し、自分が見た中で一番悲しそうな男だったと。以上、僕らの知らない物語でした。